時間前にやってくるサトチンですということで、今ねゲームセンターが8時までということで、人が少ない7時から何個取れるのということでやっていきましょう。お金無制限レッツゴー。こちら新作じゃないけどチャンス到来大放出中ということで、激アツじゃないですか。でこれね、ネズコの味欲しいんだよね。500円入れちゃうと思う。で、なくないですか。ネズコない？ピンクピンクピンク、ある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 。1回目、いやー、マサたちがね、もうフィギュアも一掃してますね。で、いけー、ネズコバージョンもやります。2回で、ありがとうございます。すごいですね。あ、マソです。サーチチくん、はい、あっ何あれ、スパイダー、なんかピュンって飛んできた。ハエトリグモだ。ピンクスパイダー、あれハエ取ってくれんの。そうです。なんていいクモなんでしょう。あれはね、殺しちゃダメです。あれクモ嫌いじゃないよ。で、何なんですか。それだけ。1回目、おーイエース。2回目、いけ、よし、楽しいぞ、みんな一緒。3回目、いいですね。 OK、 もう簡単になってるんじゃないかな、これ。はい、誰ボール取って、え、誰渦巻きボール取って、ウサインボルト知らないですか。いや、知ってます、それがわかります、ね、そう、ボルトになったんだよね。ほら、渦巻きボルト、はい、あのナルトのせがれでございます。なるほどね。 A がナルトで、B がボルトだね。あ、いいちゃん、ナルトがもうすごい大人になって、あ、もうお父さん、ナルトがもうお父さんになっちゃったから、すごい。まあ、疾風伝まで見てたな。懐かしいな、ね、だってもうボルトもさ、螺旋丸打ってんじゃん。押してみよう、やれたかな。あ、近い、惜しかったね。おお、整いました。あ、いいところ、結構後ろまで行く。これが一番後ろです。ね、変なことしないで。いやよ、はい、優しい。ゲットでーす、ボルツ。店員さん、はい、別アングルからこんばんは。はい、よいしょ、さっきと同じ感じ。これ立てることが大切ですね。まあ、たまたま2回ともできただけだけど、その感覚がね、うん、今ないってことです。今日はね、よき。そしたら、あのバンダイのロゴマークのちょっと手前を持ちたい。まだいけないかな、いけないよね。これでまっすぐになってほしい。後ろに行ってまっすぐ。おお、おいいよ。何今日冴えてる。これで取れたら高評価よろしくお願いします。グッドボタン1000を目指してます。いいよ、さっきと同じ感じ。やったー、模範解答みたいな。簡単です。やった、嬉しいね。外れてる、いいね。動いてはいる。あ、メタスラがいる。もういいよ、もうちょい手前にお願いします。いいよ、これで決める。おいよ、よし、セッキュー。
もともさしくん撮るしかない。知ってる？わからないです。アニメ見たんですよ、実は。いい子なんですけどね。うぅ、後ろ行け。うぅ、すごい。一発一発一発。こんなことあっていいですか、店員さん。いや、やっぱ一つの置き場でだいぶ変わるよね。さっき後ろの白いバーに乗ってたもん。そりゃ取れますよね。そりゃ取れちゃいますよね。あれを超えるか超えないかがちょっと勝負なので。そうね。あ、よし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 。これが縦になったら嬉しい。おっしゃ。感動で。折りたた。折りたた。よし。鬼タダ知ってる？ええ、はい、鬼タダの役はあれですよね、ななみちゃんです。そう、鬼タダっていうのは多分鬼タダし、この子がよく言うんだよね、鬼タダ知ってる人いるかな。もぎタダ、そんなテレビあったの。東京の鈴木大和です。これも新しいんですよね。取れるかな。お母さん、お母さん、でも結構開くよ。いつも、おい、え、加工制限なんだけど、ここが。なんで？ああ、下まで降りてくんないんだが。もう一回下まで行って、ちゃんと行かないよ、なにこれ。しかし、ああ間違えてくれないね。あの、一番下まで行ってくれないと。ここで止まるんだもんね。三点倒立だよね。です。鳥です。最後はこれを取るまで終わりません。でもね、これ取ってる人いたんだよね。じゃあ取れる。来た時に取ってる人いたから。鳥です。奇跡の一発お願いします。ああ。いや、壁を越えたいよね。あ、豚取るんですね。いや、あわよくば両方。ああ。タグとか引っ掛けたら、あ、引っ掛からないか。あと行かんかったな。だよね。さようなら。手をつかみは。鳥です。瀬戸さん。お願いします。三本爪は見せ所がありません。助けてください。だよね。だよね。だよね。ガッチャ。1500円目だ。瀬戸さんの前からが見たい。いいよ。強いかもしれないよ、これ。よろしくお願いします。こう言えば取れんじゃね。よっ、悩んでたのに今あげるかね。この台悩んでたね。悩んでた。あ、こういう時に限って。いけ、もうなんかさっきの前兆でしょ、きっと。あー、嘘だったの。スイッチが入ったら2回中1回強くなるとか。あー、やめてよ。1800円目、ありがとうございます。パワーさえあればあなたならできる。2100円目だよ。あー、たまにある、やらなきゃよかったと思う瞬間。なんかそのマイクラでよくありますね。あー、そうだね、やっぱマイクラは人気だから。ちょっと辛いのかな。あのマイクラで取りにくかった始まりはお台場の、そう、スイートランドね。3万ぐらい、そう、3万ぐらい、あの重しが取れなくて、未だに忘れない。しゃ、しゃ、しゃ、やめろ。まだ弱くなる前に素早くやれば2個取れるんじゃないかと。まあそんなことはないんだけど、たまーにあんだよね、たまーに。あるある。ということで、トリネスゲットです。いかがだったでしょうか。サドンデスタイム終了です。1時間前から頑張ったっていうお動画でした。それではこの動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと次の動画でお会いしましょう。バイバイ。